パチンコ信頼がヤバすぎる。9月5日三協から P フィーバー戦記絶唱シンフォギア3黄金絶唱が登場。一種二種混合機でニュータイムは非搭載、導入台数は2万台、スペックは通常時 199.8 分の1、右打ちは 7.8 分の1、ラッシュ突入率は約 63%、 ラッシュ継続率は約 82%。 通常時はラッシュ直行ルートが 26% あり、それ以外でも 50% でラッシュに突入する。レバブルカスタムや風が吹く機能も新たに搭載。最高出玉時速は4万発。全演出が一新され、アニメ第4期アクシスが舞台になっているのも注目。9月5日高尾から P ゼニガテ平治3電光石火が登場。一種二種混合機でニュータイムは非搭載、導入台数は6000台、スペックは低確率 319.6 分の1、高確率約1分の1、ラッシュ突入率は 52%、 ラッシュ継続率は 84%、 通常時からは 40% で3000個、ラッシュ中は 57% で3000個とトレンドの3000発スペックになっている。九州初のアイドルリンクとコラボしているのも注目。9月5日富士商事から P シンデレラブレードが登場。一種二種混合機でニュータイムは低確率36回転、導入台数は6000台、スペックはお仕置きチャレンジ発生確率 141.1 分の1、ラッシュ突入率約 40%、 ラッシュ継続率約 97%、 14.7 分の1を引かなければ36回転のニュータイムでお仕置きチャレンジに突入、 14.7 分の1のボーナスの 2.1% でお仕置きチャレンジに突入、この合算が 141.1 分の1。 お仕置きチャレンジの3回転中のいずれかで 15.7% を引くとお尻ペンペンラッシュへ。出玉140個が 97% ある。変速ペンペンスペックがついに登場。9月5日ディライトから P 犬夜叉2が登場。一種二種混合機でニュータイムは非搭載、導入台数は5000台、スペックは薬物チャレンジ 99.9 分の1、右打ち 5.7 分の1、薬物突破率 3.5 分の1、トータル大当たり確率は303 分の1、前作よりも薬物突破率がアップ。大当たり最大6750発獲得可能で、初回 52% を突破すれば2連目以降は 79% ループ。犬夜叉暴走という期待値9000発の機能も搭載。通常時はファフラー、右打ちは一気当選のような台に仕上がっている。9月5日三陽から PA 元祖大工の原産2が登場。各辺2回ループのコアテラッシュタイプ、ニュータイムは非搭載、導入台数は15000台、スペックは低確率約 89.8 分の1、高確率約 39.9 分の1、各辺突入率 33.3%、 平均継続回数 5.6 回、10ラウンドは通常時ラッシュ中とも 2%、 コアタイラッシュもついてくるので出玉2400個を獲得可能。各辺は2回ループで3分の2を2回連続で引かなければループし続けるスペックになっている。パチが取り